それでは今日の御言葉を開きましょう旧約聖書の伊豆愛書53章1節より10節までを開きます声を出して読みますどうぞ私たちの聞いたことを誰が信じようか主が身腕の力を誰に示されたことがあろうか乾いた地に埋もれたでから生えてた若枝のようにこの人は主の前に育った 見るべき面影はなく輝かし、輝かし風格も好まし容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。 神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだ,のだと。彼は差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは、避長の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。 その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。区役を課せられて鏡込み、彼は口を開かなかった。放り場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない子羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の地代の誰が思い巡らしたであろうか、私の民の背きのゆえに、 彼が神の手にかかり、命ある者の力をたれたこと。彼は不法を働かず、そのうちに1割もなかったのに、その墓は神に逆る者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと、主は望まれ、彼は自らを償いの支えのとした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることが、 彼の手によって成し遂げられるアメンハレルヤ主イエスよ今日シュイエスが世に来られその肉体を持って来られ十字架の死に至るまでのありとあらゆる痛み苦しみを人目に受けられ最後まで 耐え忍んでくださり息を引き取られる前に全てを成し遂げられたと宣言されましたこのシュイエスの苦難習慣を迎えて親たちがはっきりと悟り信仰の土台とすべき真理をこの礼拝として明確に諭してくださり一人残らず信仰の土台から固めてくだできまして。 夜も動きもない、必ず救いに至る信仰生活が完成できますように、最後まで一人一人を導き、助けてください。イエ家助との尊きみなでお祈り申し上げます。ーメンハレルヤーヤ。先ほど質問しましたら、今日が何の日か復活の日だ。そうですね、復活の日です。 毎週の日曜の礼拝が主の日主が復活をなさった主の日ですああ復活をなさったからその日が主の日となりましたその復活の日を特別記念する礼拝を復活祭の礼拝といいますえー、毎週が復活の日であって、えー、特別イエス様が復活されたその日を限定して 記念の礼拝を行うのを復活祭の礼拝だと言いますね。それは来週になります。今日は、イエス様が復活されるために、数時間の上で死を成し遂げられたことを記念する、えー、苦難習慣の礼拝ですが、今日今日に教会において、 一番の問題となっているのが何かというとイエス様の苦難の意味が分からなくなってきたということです,ですから信仰生活の土台が初めから固く立ってないというところに信仰の目的がずれてしまう伝道の仕方も変わってしまってイエス様を信じれば救われるといった時の救いは この世でのの救いこの世を生きながら良くなるというようなそういう感覚が優先的になっている伝道の仕方、ええ、それが人が求める最高のものとなってしまっているようなそういう信仰から始まり信仰の目的がこの世で成功的に生きればいいということになってしまっているからイエスの皆に対する信仰が 固くならないイエスの皆じゃなくてもいい今日今日にはイエスキリストの皆以外にも救いがあるかのように宗教間手を握り合っているようなそれがこの世の平和のための愛のしかだというふうにこれは分かりやすく言うと堕落です堕落したことを言いながらその道を歩みながらも全く気がつかないのが 今日の教会といって過言ではないそういう流れになってきています。ですから今日苦難習慣の礼拝においてはイエス様の苦難の意味が何であるかを原点に戻って考え直さないといけない,いこれが一番重要なのにこの意味が薄くなってきてるから他の宗教と他教してもいいような これが愛し合うことだというような感覚に転落してしまっている。イエス様の苦難は他にどんな宗教においてでもその類を見いだすことはできないような特有のものであり他の宗教のでは真似すらできないことでありたとえ真似したとし,てもしましてもそこには死んで復活が約束的なものであり イエス様にだけしかできないことがあって、イエス様が血を流さないといけないことがあるんですが、それが神から生れた人の救いの問題です。これはイエス様じゃないゃいけないし、イエス様のなと行うことはできないし、たとえ真似をしてもそこにはイエス様が成し遂げられる命の救いは存在もしない。ですから信仰がいろいろと 世に合わせて進んでる。絶対信仰はそういう意味で世に合わせて進んでらありませんよ。これは科学じゃありません。医学じゃありません。学問もんであります。書学問で論じる。神学で論じるようなものじゃありませんよ。皆さん、イエス様が肉体で世に行きまして。 ナぜレの太鼓の息子のように育てられていった姿を見た時に誰もこの方が世に来られた創造主の神の現れだと分かった人がいない時にパプテスマ・ヨハネがこういう言葉を残しますね。世の罪を取り除く神の子羊だと。 ピンと来る人もいればピンとこない人もいるでしょうけれどもこれこそイエス様がどういう生き方歩み方をされるべき方であるかをはっきりと示してくれる言葉でありますが人が人の先祖アダムとエバが神の統治計画に背くことによって一つの起きを破り神との関係が断たれて 神と共に生きるエデンの園から追い出された後に神が人の罪人となった人に現れてまだエデンの園にいた時に罪人として神がこういうことを発表,発表宣言されますね。創宗席3の14と15節に3の14の最後では 人を惑わして誘惑して罪を犯させたサタンの象徴である蛇に向かってはお前は一生生まれり塵を食らうと言われましたこの塵を食らうと言われた時に蛇の餌食となるものが治だと宣言されたこの治りとは何かというと罪を犯してしまった人間の肉体の素材ですアメですか これがすごい、罪を犯した人の運命を端的にはっきりと物語る言葉であります。分かりやすく短く言うと、罪を犯した人は、罪を犯す瞬間からサタンの支配下に入る運命になるということなんです。こうなって罪人となってサタンの支配下に入ってしまった人の運命は、 生生ままれれながらサタンのものもとして生まれてくることになっています。これを我々は認識しないといけない人が生まれてからと毎日日本では何千名もの子どもが生まれてくるでしょうけどもおめでとうございます喜び祝ってばっかりいることじゃないの。 生まれてきた子どもは生まれた瞬間からは後戻りができない限りは死に向かって裁きと滅びに向かって時計の音とともにチクタクチクタク流される運命になってしまいます。これは西洋人も 東洋人も人間を名乗る全ての人の運命です。こういう人の運命から人をその罪からその滅びから裁きから刑罰から救って神の国に戻すために見えない目に見えない創造主の神が目に見える形で 現れて、神の化身という意味での神の御子として、イエスという名を持って世に来られて、人を縛っているサタンの人を縛り、その前に神に背いたサタンの頭を、毛儀を、力を砕くようなことをなさないといけない。そのために世に現れた巫女なるイエスは、 サタンの権威、頭を砕く代わりに、ご自分はかかとを砕かれるような痛み、苦しみを負わねばならない。と、漱石さんの15説で、罪を犯した次の瞬間に、またエテンの園から追い出す前に神様が発表されます。このサタンにおいては致命的に権威を砕かれて、永遠にサタンがこの世の支配者じゃ、 神の大敵できる存在ではないということをはっきりと見せつける出来事があるその時に神の御子として来られる方はかかとを砕かれるような痛みを受けないといけないというこれはイエス様が来て字架を背負って死ぬことがサタンの頭を砕きご自分はかかとを砕かれるような痛みだということハレルヤー イエス様が世に来るとまず人を見人となった人を救うためにご自分は犠よを傷を受けないといけないということなんですよ。その傷が気を流す傷なんだ。その傷の象徴として漱石さんの21では漱石さんの7説で をを犯した人が自分の恥を覆い隠すためにいちじくの葉っぱをつづり合わせてスカートを作って腰を覆ってを恥を隠そうとした時にそれでは間に合わないということを主が教えるために漱石さんの21世でヒドに子羊の皮の衣を 直接着せる場面が出てきます。子羊の皮の衣を着せる。これが何を意味するしてるか？子羊の血をなされていできない。こいつの血をなさなてといけないのがイエス様が神の子羊として世に行きまして、世の罪を取り除くために来られる生贄であることを象徴する言葉であります。あるや。 こういう話を一通り聞いてみないといけない。じゃあなんで神なるイエスが世に来られて地を流さないといけないのか人はもうすでにアダムとエヴァの時に神の起きを破ることによって必ず死んでしまうと言われた神の起きて通りに死んでしまった状態になっているから。死んでしまった人に命を与えるためには 命になるものを神が持ってこないといけないの。ハレルヤー。あめですかなぜ、だって人の死んでしまった人の命を補う他のものがこの世には存在しないからですよ。生き物の命は地にあると。地は命に例えられます。人は命が死んだから地も 汚れてて死んでししまってるしだから動物の死を代わりに罪を清めてもらって命を得るために主が前もての兼長として示してくださいましたそれが漱石さんの二次地の小一所児の血を象徴するために小一所の血をつ流して流すために潰さないといけない小一所をその結果として人に 川の衣を着せて神のものにすることはできるんだという話なんです旧約ではだから、動物の血を流しつくことによって人が犯した罪を清めてもらって元のように命があるかのように神に進み出て,って神と出会う接点を持つことはできると神様は教えておられました。ハレルヤしかし動物の血には,動物の血は制限されて検定されています。陸のものだから。 の世界に限るものでありますですから毎年これを動物の血を流して人の罪を清めてそれから命を神様に進み出て,て命を回復するような掟を与えておられまして守らせていました神の選ばれた民にだけ模範として。あレルはそうするを止めて世にいる人々は罪人であり 罪を犯したた。神にに再び立ち返る道は、罪のない血を流さないといけないといををさとととうことを啓蒙的,に啓蒙的に教えてきましたしかし神の計画の中で世の終わりには毎年動物を潰して血を流すこれ間に合わない人の命は永遠なるものだから永遠なる人の人生にふさわしいものもの,の血を流さないといけない。 ということでそれができる唯一の方である庶民を犯したことのないしかし永遠なる命がある方の知恵を流せばならないということを啓蒙的に,に教えてきた神様がついにはご自分が肉体を持って世に来られその名をイエスとして神の御子その身分はイエス神の御子として 人を救う計画を実現されようとされたんですよ。ハレルヤー、アーメンですかそれが、イエス様が陸代をもって世に来られた理由ですよ。陸代をもって、昔、イスラエル民族を通して見習っていたような、指名されていたような、神に近づく方法、血を流す、血の流しなしには、著名る許しがない。 それで失っていた命を回復する道がないと、と見習わしてきた通りに、神が永遠なる血を流して永遠なる命を餌するために、神が肉体を持ってこられたの。ですから、イエスが歩いている姿を見て、パプテスマヨハネは、世の罪を取り除く神の子羊だと説明したんですよ。これが意味が大きいわけです。ハレルヤ。 みんな一緒に世の罪を取り除く神の子羊は誰のことですかん本当ですかならば、イエス様と認めるんだったらそこから私たちの信仰がそれを基準として出発しないといけない。 これを基準根拠にしまして信仰をスタートしないと信仰が都台から揺れてしまう他の何かを得るためだってこここれを認めることから何世を作った神か人を作った神かそして家に統治する唯一の統治者であるパ能の王である神が体で来て下った理由がんだ生まれながら 神への背きの罪を持って生まれてサタンの支配下に入っている人間を人間人類こう言わないでこの私をその罪から救って神の国に戻す道を開くために神が死ぬために体で世に来ておったこの私の罪を代わりに背負うためにこれを認めない人は悔しンになりません。 これを認めることから国るにならないと信仰が正しく立たない。雨で来ますたとすれば信仰が始めからいかに経験で本物になるべきだ、なるべきだろうか、見えてくるじゃないの。ようつくで永遠に治められる王様が私の罪を背負ってご自分に立ち返りするために私の罪、ご自分の芝居だよ、私の罪、 代わりににうために死んで血を治すために神が体で世に来てくれるこの出来事はいかに大きなことなのか誰が皆さんのために死んでくれる隣に顔を見なさいよそれらしい,のいるの座ってるのそれが座ってるのが親であろう子供であろう奥さんであろう旦那であろう自分のために死んでっつだけになるような痛み苦しみを受けて ボロボロになる体の中の血を全部流してくだって自分を愛し、自分は死んで私たちを救ってくれるために、そういう情熱を自分に抱く、向かって抱いてる人が隣に座ってるから、早く見なさいよ。いないんだったら、かっかりしなさいよ。床を見渡してもいないな、そういう人が。んいないことを、 分かってこの世にかっかりしないと神に立ち返りできない神以上に神の愛以上にいいものが世にあると思うから背くんだよ背く人がこの世にかっかりしないこの世の限界が分かんない人は死ぬまでこの世のものを求めるために上乾いて燃えるでもこの世の限界を見た人この世にかっかりした人はイエス様にだけ夢中にな,るとなりやすいです 意味が悟るべきです。ハレルヤ。高くて今日家に帰って夫婦喧嘩するんじゃないのお前大したもんじゃないと思ったんでしょうさっき、うん、礼拝の時が俺のこと大したもんじゃないとお前そう考えたんだろうと夫婦喧嘩しないでよ。お互い様一緒ですよ。世には世にあるものには限界があるの。天から来られ罪がない方 私を愛して、私のために死んでくださるために、その痛み苦しみを受けるために体できて、ええさまが来られたのは演技じゃないの実際に痛み苦しみをご自分の体で受けて、それ、その痛みや苦しみや傷や血の流しによって、人のすべての罪と罪のサンチャード痛み苦しみの呪いを全部ご自分が変わってくださるために、 それをそういう痛み苦しみ全部受ける自分の体で当たって全部いちいち全部当たって下って受けてって人にそれを負わせないためにイエス様が体できたの世の罪を取り除くためにご自分は神の子羊ささ潰されて捧げられる生贄として捧げられる神の子羊としてイエス様が変わってきましたよハレルヤ こういう出来事が実際にドラマじゃなくて実際に2000年前にこのようにあったんです。それを個人個人が認めて、そのイエスが復活しておはる。死んで逃げたんじゃなくて、死んでから次の世界が、今度は死を見ない世界があることを証明するために来週復活しておはるの。これはね、想像を絶する。 どこの国のどこの教育機関でもこういう話を勉強することはできない。教会だけがこれをちゃんと教えるべきなのに教会がこれを教えないの、今日に。教会が世に合わせてる。世のレベルに合わせてるの。世のレベルの中ではこういうことができるお方が他の何か力ももう存在もしませんよ。 この世にいて一番有能な人も、皆さんと私と同じくイエスの前で、このイエスがなぜ来られだったかを認める信仰から人生を作り直さないと失敗者になります。ハレルヤ。ああ、私は生まれ,生まれながらも愛されたことがないとかね。生まれがらながら、生まれながら恵まれなかったとは、こんな弁明もいりませんよ。私たちは生まれる前から、 永遠なる命のお父さんであるイエス様がもうすでに私たちを愛してこういう愛の中で私たちを今待っている中で我々が生まれてきましたから生まれた家庭を呪うことも生まれた家庭の親父を恨むこともあっちゃいけませんよ皆さんはすでに人間という名を持って生まれたから生まれる前からすでに神の愛の中に包まれて今生まれてきてます。 雨できますかそれでは今日今日に他の宗教を認め合うこれもうその時点からサタンに立ち返ることなの。他に他の宗教にイエス様のように我々のために死んでくれた神もなければその真似をしたとしまして 本当にマコトの神に立ち返る道を開く力、権にあるものも存在もしませんよ。なのに彼らの信仰を認めてあげて、この世だけで、揉めないで、ん愛し合いながら、トラブル、紛争を起こさないで、こういう感覚で手、手を握り合って、相手に転倒しないで、相手を、滅んでいく人の信仰を認めてあげるなんてことは、キリスト教の 信仰を持っってていいる人ととしはは絶対やっちゃいけないことななここのれは大きなですよ手を握り合って握手しながらコーヒー飲みながらご飯ともに食べながら世界平和並みに宗教館に宗教館かんりましょうとそう言っているその唇の言葉がサタンの言葉ですよ相手がお寺の住職であればそれもいいけどなくてそれは絶対いけませんと本当の神がイエス様しかないと。 言わないといけませんよ。言わないと一割です。ハレルヤ。アメン。相手の命のんことをフレップしても思ってるんだったら、絶対相手の信仰を認めてはいきませんよ。たとえそれによって迫害を受けたり、いじめられることがあっても、トラブルを受っても、そういうトラブルは相手を救うためのトラブルなの。アメンです。笑顔で、微笑みを。ん 浮かべながら相手のお寺頑張ってますか儲かりますか最近、お寺。こんなこと言いながらお寺の昼食の立場を尊重してあげることは、お前はこのまま生きて地獄の中に開け入っても俺は関わらないというのこれより白じゃな,い白白度なクリチャンがいないでしょ自分は命の御国に行くことを知っていながら、相手にはこれっぽちも進めないクリチャンがいるとすればそれは、いつまでです。もちろんそういうこと言ってるそのクリチャン自身が、 神の国に行くことはもちろんできなくなってしまうでしょうけども。最終的には。今の世の中の教会がどれほど楽しているかわかりますか、皆さんたらくという言葉で説明ができないの。皆さんが人が多落したって言ってもその深刻さはわかんないでしょヒドが霊的に信仰によって多落したことは、に火の中に向かって走ろうとなの。火の中に向かって全速道で。 権力を出してすべての自分にあるものを全部書き始めて地獄に向かって集中的に投資することなの信仰なしに生きることは救いに至る道を正しく生きないことはよですから霊的に見ればもう悲惨です悲惨皆さん皆さんが、うん、<coughs> 昨日かねとかで見は。 米を,、ね、を一生懸命かき集めて米を一生懸命米どれでかき集めては一箇所に集めては火をつけることをどっかで見たんです。はあ信仰によって救いに至ってない人々の運命がこの世になります。いくら自分を聞かせても世において成功しても罪から離れて 救われる信仰になってない人々の霊的な姿がゴミに過ぎないの。臭くて見てられないゴミに過ぎないから集めては永遠に燃え盛る火の中に入れちゃうの。皆さん、日々日々祈ってますか自分の姿が霊的にどうなっているか主に見せておいて祈りなさいよ。 呂味を犯して悔やさめない呂味から離れない人々の姿がどういう怪物になってるか、豚のようになってるか、蛇のようになってるか、ネズミ,ミのようになってるか、犬のようになってるか、門の中に、聖殿の中に入ろうとしないで、門の外で吠えだけ出るのか、見せてもらうべきですよ。神は生きておられ、いくらでも刑事ができ、霊の姿も、肉の姿も見せてくらることはできるのに、何も求めてない。 ハじゃあ、神がいけにえ、地を流す、ご自分の体を潰して、血を流すいけにえとならないと、人が救われる道は、この世にもあの世にもないんですよ。唯一、他と妥協ができない。愛してればいるほど妥協ができない。 この唯一の救い主となるためにイエス様が皆さん体をもって世に来られました神様が創造主の神が永遠なる統治者が人と全く変わらぬ体で世に来ておられましたこれ,これを理解しないといけないの 体で来たからそういう人のように弱くてみすぼらしい汚い存在ではありませんよ。全く罪がないお方か,か、世界を作って家に統治する権威と力を持っておられなかったが言葉一つで全てを広がりしておかったかそういうふうに来られたってことと皆さんそれできますかビザを離れて世に来ること自体が、イエさ様は最悪最低なの、うん この世は神から見ると霊的にどういうところであるか見えるのにサタンが永遠なる刑務所である地獄に投げ込まれる前に交留されている拘置所なのこれを読みというの汚くて熱いんですよこの中に神が来るなんてことは日本で一番厳しいん刑務所はどこなんでしょう福岡ですか網走ですか行ってないの 日本で一番厳しい刑務所、どこかにあるはずですね。どこかにあるはずですよ。そこに3年33年間、皆さん、これからいくつもり、そういう計画を立てると思う、考えてみてよ。日本で一番厳しい、汚くて、うん、もう呼吸す,すらしにくい、うん、そういうところへ。 皆さんはこれから33年間入れられるようになっていると思ってみて喜べますか自ら住んでそこに行けますかそれも自分の罪だって、人の罪を背負って、悔しくも、うん、行けるはずがないでしょそれよりももっと厳しいところに、神なるイエスは自ら来ました我々をそこから救い出すために。これは作った言葉に 人の言葉で、牧師の言葉で説明しきれない、それ以上の愛と、それ以上の大きな目的を持って、イエス様が陸大で世に来られたんですよ。あルヤイエス様が、だから天の御国で何も知らずに来たんじゃなくて、全部一部して分か若手いながら来ましたよ。これもできない皆さん 皆がこう並んでいてここに出てくると先生から体罰受ける体罰こんな無知でお尻とかどこでもこう殴られるそういう体罰を皆で受ける時に終わった人はもう痛くてももう済んだけども終わってない人はねまだ打たれてもないのにその恐怖が待ってる時の気持ち分かります私はよく分かります連帯世間に取られても三十名五十名が ず、うん並んで、自分の順番を打たれる順番を待つでしょ待ってる時に大変でしょ分かってないね。私はたくさん経験しましたよ。分かっていながらその道を並んでる、あるいは向かういうことは、すごいこれも苦しい。苦しいことなの。 イエス様は御座を離れながら世に来られて、個人部がどういう痛み苦しみを受ければならないか分かっていながら、自ら進んで世に来ました。天の御座に座っていれば、暑さも寒さもないところに座っていればん、もうこれ以上ない、何も必要なものがないのに、その御座を離れて世に、この刑務所よりももっと日本の刑務所と神が世に来られることを比べたらね、 日本の刑務所はホテルだホテルそういうところに神は皆さんと私一人びとりを思いながらこれを救うために来ておられる様が十字架の死を受け十字架の上で成し遂げられたと最後の死を成し遂げれる寸前まで一人世に生まれてくるはずの一人びとりの顔と名前を思い浮かべて一対一で全部対応しながら 苦しみを受けたということをイエス様が10年前教えてくださった。全人類とひっくるめて誰の顔か分からないままじゃなくて人類という言葉だけを思い浮かべてじゃなくて一人一人の顔と名前を思い浮かべながらその,日その一人のたイにス様が十時間の上で耐えてくださったということこれをイエス様が教えてくださった。感動しなさいちょっとちょっと感動感動しなさいよ感激しなさいよ 私じゃなくてイエス様がようつくた神様が皆さん生まれてくる前の皆さんの名前顔まで思い浮かべて全部君のために私が最後まで耐えるんだと不足をかけられ鞭を打たれ棘の冠をかぶされその時その時の痛み苦しみ不足はもう言葉を超えるものですそれで十字架に釘付けられてこんな太い釘を手足に つけられて生きたまま歯医者に行った人は分かるでしょ麻いしないで神経麻いしないで神経触られたらビリビリするでしょ大変でしょ麻酔しないで体に傷つけられるなんてありえないの神経触られたらもうこれはこの痛み苦しみは表現できないからよでもイエス様は麻酔かけないで生きたまま手足にこんな太い拭かけられて 6時間もつけられていて生き耐えるまでこうなっていましたよ。一人一人の顔を覚えて思い浮かべてその一人一人を諦めないために必ず救うためにご自分の全てを尽くされたんですよ。この神の業と愛を全く考えてない今日今日のクリスャンたちちょっとしたことがあればすぐ背いたりすぐ怠けたりすぐサボったり。 すぐ恨んだりちょっとしたことあればすぐそっちへ走っていったり自分のために死んで終わった神の愛とかその技の大きさとその意味の深刻さが分かんないそれがないと神の国に入ることはできないのに一つしかない道なのにこの道にちょどうどのはおろそかにして他にはもう盲目になって無つになって滅びに向かいながらは一生懸命再現を尽くす 信仰生活は余裕がある時だけ。あり余った時に。じゃあ、これがクリスチャンの道なのか。主がそういう人のために死んだんじゃない。必ず命の救いに至る人を救うために、途中でブラブラ遊びながら流れされていく人そうなってほしいと思って十字架を背負ったんじゃなくて、必ずお前を イエス様は一人一人を諦められない。自分は息すら痛みすら、うん、飲み込みながら痛いとか苦しいとかやってないとかもうだめとかもうやめようかとかただひ,ひどいことも漏らすこともなかった。最後まで黙々と耐えておったの。痛くなかったからじゃなくて 頭がおかしくなりそうにそれ以上痛かったの手もクーッと痛みを全部飲んではったみんな死に自分の名前を呼んで私を救うためにイエス様が実際によそこの愛とこの技を絶対忘れたなね。そうやって開かれやっとそうやって開かれた 天皇御国国にに神のの。戻る道なの他には道がありませんのに、どうして他の宗教と手を握るの牧師たちよ、偽りをやめて、自らも救われ、それに聞こえても救われる、正しい真理を自分勝手に語られて、手霊によって許されたことだけを語る、牧師者の牧者となってほしい。なってほしいです。 <laughs>「くださいください」ばっかり祈るからこんなの知らないまま自分に必要なものばっかり求める信仰に立てると神様との接点がないの接点が。神様と一緒になれる共にできる接点がないの。 神の命を求めないと私たちにある罪の解決ができないの。神の命を求めないと私たちの自分なりに生きる罪の解決ができないの。今日、イ伊沢書53の6節で読みました。なぜイエス様が通じかを背負われたのか、その理由が人々がこう羊のように羊の群れのように。 人が羊の群れのように、方う方う,う,うだよ。方う,うがっちゃいけないの。我々は一方に向かって歩むべきですよ。一つの方角に向かって。神にだけ向かって歩むべき存在が非常である人間です。アーメン。なのに、一方的に神だけを打て、方う,うに向かって歩んでいった。その、そのの罪のおかげで、イエス様が苦役を課せられた。 言葉を変えると、人が自分なりによかろうと思って、十人十色の道をいろいろ考えて生きるその道が、イエス様を二度も三度も十字架につけ続けていることを今絶対悟らないと、本物の癖者になって神の向きにを必ず受け継ぐと約束するのとはこれは嘘です。アーメンできますか人は神の掟を守って神に従って全ての人々が、 一つの望みと一つの目標を持って一つの道を神の御国に向かってそれぞれの国から一冊の本だけに頼ってお一人の神の名はイエス様だけに頼って皆が十人どいだうて百万人がいや百億万人がいても一つの心と信仰によってイエス様に立ち返るべき信仰 アメリカで生まれて初めて50年まで例えば生きたとしましょうそれでパッタリ出会ったとしましてもその人はクリスチャンであればここで生まれ育ってクリスチャンになった皆さんと考え方も生き方も信仰の持ち方も全く一致すべきですよアメリカ人はこういうふうに信じて日本人だからこう信じるこんなのあっちゃいけませんよ国と民族と諸言語に分かれてそれぞれの国民族と言葉ができたのは 神に大敵するパベルの塔という罪を犯した後に人々の運命が全世界に散らされた罪の結果です。もとは一つですよ。そうすうん、マラキリの2章の中5説に、人がおひ正しいお一人の子供を得るために正しい霊的な子供を一人を作ったとあります。 何人もそれぞれ作ったじゃないの、最初から。雨できます人が悪い人、いい人、いろんな人を作ったじゃない。庶民族を神が作ったじゃないの。それは全部普通にの結果、離れ離れになって、それぞれ行きたところ行ってしまった結果が今、世界の各国ですよ。庶民族です、諸言語です。勘違いしちゃなりませんよ。 神はアダム一人を作って、霊的な人頭ひどりを,を作って、それからあとは全部分けただけな分けただけ、同じものを分けただけなんですよ。なんで、経験な霊的な神の子供をひ人を得るために。百万人がいてもはど人であるかのように。アーメンです。これが正しいの。神が初めから悪いものを作ったと。はあ、皆さん。 世に人がいろんな人がいるから神が作った結果じゃないよ。それは罪の結果ですよ。アーメンですか聖書を正しく悟りましょう。だから神が一人アダムを何で経験な子孫を作るためにひ一人アダムから分けただけであってそれぞれ人々を作ったじゃないの。 だからそれぞれの信仰それぞれの生き方を認めちゃいけませんよ。みん皆の個性が個人の個性が尊重される民主主義的な信仰を持っているとこれは信仰信仰の原点からうーんと離れてしまったこの世の流れと同じくなります。いくら流れが進んでて2000年流れていったとしまう全部原点に戻らないといけないのか。 王道主に対する信仰ででであるべきですすアーメンですか信仰は原点に立たなきゃいけないの原点に皆の考え方皆の生き方を全部打ち砕いて一つの神イエス家とのお言葉に従わせていかないといけないの国民族個人個人それなりの人生を判断で それなりの生き方で、それなりの信仰の持ち方で、それなりの判断基準でいくと、さらに、バベルの塔を、高く高く立てていくことになります。ある瞬間、全部、崩れ落ちてしまうものを、今もイエスの皆を呼びながらも、そんな真似を続けているということは、これ、今日の話が分かんない人たちの話です。ハレルヤーヤ。 イエス様が神が死なないといけない神の血を神のない唯一の方神の血を流さないといけない私たちの命を得る道絶対他と妥協してなりません皆さん自分なりに生きるように許してもらいたいと願う心があればそれはサタン的です早く自分を砕いて早く十字架に合わせて早くイエス様の起きに合わせて 行くののが自分のためを思って生生きる人生ですよ。一日が惜しいです。離れていけば行くほど原点に戻るに大変で戻るに大変。自分なりに行こようとすればほど後で原点に戻ろうとすれば大変で大変。ハレルヤ。意味が見えますかそして今日今日に教会がこの世の流れにみんな巻き込まれて。 何か起きればみんなそれに仏になってしまい巻き込まれて信仰の色も焦ってしまう理由が何ですかイエス様が約束を張ったことを信じて求めないからイエス様が唯一の神がこうやって血を流して死ぬことをって全てを成し遂げられたと死んでいきながら成し遂げられたとイエス様が十字架を背負ってよろめきながら倒れながら十字架を背負って歩き続けることが難しくなったときに キレネ人の指紋にイエス様の十字架が代わりに追わせたイエス様が歩くすらできないなんでもう立ち退く状態になったから肉体的できにはそうなった時にエルサレムの女たちがむせび泣いたのその悲惨なかわいそうな姿を見てむせび泣いてる姿を見てイエス様がまた語るんですよそういう苦しみの中でも語る見方語るの 我々人間だったらちょっと苦しくなったらもう子供がねだりしていてもあっち行けあっち行けってうるというでもイエス様は私たちを生かすために救うために語るべきことちゃんと語るのいくらいかとったことも苦しくても皆さんも我慢強い人になってくださいよ、うん、ちょっと自分がちょっと悪い時声かけられたその後あっちけって言わないでハレルヤ 皆さん、皆さん中に愛が寛容が神の心はどれぐらい入ってるか簡単に分かる方法を教えます。今日礼拝終わったらね、ある人に誰でもいいから近づいて100回ぐらい声かけてみる。100回ぐらい声かけられたら怒られなければ捨てられる、捨てらなければそっぽ向かれる。それ以上相手にされないでしょう。 現れた瞬間も向こうへ逃げてしまう。百回でためなら一千回声かけてみてよ。愛してる。その悪い言葉で愛、愛してると、愛して。愛してる、あんたのこと愛してる、心から愛してると。一千回、一万回、そう、繰り返して言っても逃げない人がいれば、私に紹介しなさいよ。イエス様は本当に、自分がいくら苦しくても。やるべきことはちゃんとやりましたし。 語語るべきことは語りましたそして何とおっしゃったのイエス様が滅んでいくように滅んでいくようにかわいそうに見えて泣いてる人々に向かってエルサレムの女たちを私のために泣かないでこ,ういうこの意味が分からない自分と自分の子孫たちの運命を考えて泣きなさい。イエス様が十字架を背負う意味か 十字架から降りてくるのが十字架を背負わないのが勝利だと思っている人々。イエス様が十字架を背負う意味が私たちを救う道唯一の道なのに、こんなことあってはならないと言ったペトロをサタン引き下がれと言われたペテトロのような考え方から離れられない人々が今日もクリスチャンを名乗っているの。イエス様がかわいそうだけども死なないと人類はチェチェボです。アーメンですか イエス様が十字架を背負って死ぬことによって成し遂げられたと最後に語ったその言葉は神が人になって世に来た目的達成しましたという意味だ。神が背いた人の罪を背負うことができたということだ。あとは人が求めればその人は救われる道が開かれたということだ。あンできますなのに人々は求めないの。イエスによって生きることを求めないの。まだ この世的に全部対策を作ってから余裕があれば教会も行ってみようかな。こういう感じですよ。全くきっとイエスへの信仰の一から分かってないから。裸であってもまずイエス様につながっているべきです。患者であってもまずイエス様につながってからご飯も薬も注射もそれから考えるか考えないかでしょ 何かあれば全部去っておいて、まずイエス様から一歩距離を置いて、何かあるとそれを解決するまで教会とは距離を置く。これは信仰が一から連れている。何もない時もイエス様にまずつながるべきだし、何かあれば全てを去っておいてまずイエス様との関係を改善しないといけない。ハレルヤ。そして皆さんがやるべき一番重要なことは、イエス様に常につながっているために、 常に祈りながら常に聖書の言葉を読みながらこれを守ろうと頑張ることなんそれからもう一つ大事なことはイエス様を信じない人や信仰が弱い人を信じない人をイエス様に連れ戻し信仰が弱い人の信仰を助けてあげることが大二に重要なことなんです百年生きるために我々は信仰するんじゃない百年は過ぎ去れば一緒に過ぎない しかし私たちを待っているのは神の御国は地獄の火の中は永遠です救われなければ火の中で永遠救われればこの世には存在もしない神の御国で素晴らしい世界で永遠に永遠だから夢を見て朝忘れた夢のような世界じゃありませんよ 今目で見ているこの世よりももっとはっきりとした感覚と気分感情を持って生きる世界ですよ。まず神の御国の特徴は誇りやゴミがない。誇りやゴミがないからいかに新鮮なのか。もう神経のそののにこの毛穴一つ一つが全てを感じ取れることができるほど感じるんですよ。喜びも幸せも美味しさも嬉しさも。ハレルヤー。アーメンですか 何もさパクチェンタル世界を今用意するんじゃなくてこの目では見ても気づかない世界を今我々はそれも永遠な世界を今から準備しないといけません。ヒュエスが死んでくださる唯一の道が皆さんと私は神に立ち返る唯一の道であります。常にこういう信仰の知識を土台においてその上に立たないと何かあればすぐ信仰の 終点が移動してしてままいますよこれが分かっていると何があっても例えば風に吹かれる花があっても、うん、風に吹かれる根っこはちゃんとイエスのという何猫こを下ろしてからこれ揺れがちゃいけないの雨。何があってもここまで倒れる音があってもここは揺れちゃなりませんよ。イエスにくっついてる信仰は。 これがあってもよ、こういうのが世界中、こういうことが世界に起きても、これは揺れちゃなりません。何かあっても、こういうふうに揺れてもなら、真っ直ぐだってよ。この枠の中を、真理の中を、美国の中を生きるべきです。しっかりとだって、ハレルヤ。はみ出したなりませんよ、はみ出し運転。サタンとぶちかるから。完全な神の保護の中に入るためには、約束の中に入らないといけないの。 そこに入れば貧乏な人は豊かになるし弱い人は強くなるし病弱病病んでる人は癒されるし命のないものは命の水を永遠に飲ましていただくことはできるし人間関係をはじめとして金銭問題、陸大的な健康の問題すべての気分感情精神の問題国,民族国と国との紛争争い国の指導者の問題 全てが神の御手の中で動かされている音とを信じる日だけ、アーメンとオシ様に送って、今日から一から信仰の土台から正して、揺れも動きもない信仰にしっかりと立ちまして、本当に行けば行くほど清められ、強められ、健康になり、幸せになり、熱くなり、強くなって、神の国を受け継ぐまで、さらに信仰が成立できて、神の御国では、冠、あるとあらゆる冠を。 なんかここにプロッチ一つつけても偉そうに歩く人々見たらね <laughs> これコミのようなつけてんか新しい時計はめたらわあよかろういいものがあれば誇りたいでしょしかしそれはコミのようなもん神の御国で備えられるものは本当につけて隠しておいても隠しておいても光が輝きがあっていってる。 隠しきれないものがわざとほくの悪ともを自然と全ての人がだまさげてくれるは認めてくれるハれるやんそういう世界があるのあります生きていても陸大の中にいても頑張ればこういうの味見ることができるのをイエス様が見せてはるしそれを目的しないで目的としないでイエス様を目的としてくっついっていけばよ全てが納得できる神経全てが 全部よみがえって反応できる信仰生活ができます。そうなりたいと思った人はだけが、イエス様にアーメンタウシを思い切る来週は復活祭の礼拝であります。手ぶらで来ないで、イエスが命の血を流した目的が今日で分かったならば、一人でも胸ぐらいを掴んででもいいの連れてくるのがいいだよ。ほっとくのはほとくより意味がわたる意味が。 胸ぐらいいんででもこれは暴力だと思ってはいけないですそれぐらいでいいからで儀正しく「ごめんね迷惑をかけて」って言ってほっといてくるよりちょっと無理やりでも連れてきてイエスの前に座らせるのが愛なのあなたを諦めることは捨てることはできないからロトとロトの家族を連れ出す時に救い出す時に天使たちは通しました。 つうとしてたら手を取って町の外れに連れ出したのを強制的に救うためには仕方があったい。後から納得したでしょう。なんで強制的に引っ張り出されたのか。後から分かったのろうとは。つうとしていて、もうちょいつうとして3時間経ったならばもう救いはなかったから、救いは。ハレルヤー。雨できますか<レ>来週の復活祭は。 口紅つけなくてもいいから、目にもそのままでもいいから、伝道してきなさい、伝道して。滅びかけてると、救ってきるんだよ、救って。信じますかイエス様はこのために血を流されたの血を流さめには神経が引き継ぎられる痛み苦しみを耐えたんですよ。一人一人の顔を浮かべながら。なんでこれを気づかないし、忘れてるのか。忘れてるなら信仰がこうなる、信仰がいい加減になる。る これを覚えてる信仰がいかになるはずがないの。いハレルヤ！それではイエスを3回呼んで祈ります。イエスよ。イエス。